宿間神社は、滋賀県米原市にある神社。国志未在社で、旧建者。日本三大祭祭の一つとされる鍋関西が著名で、米原市の無形民族文化財に指定されている。未決の神を主祭神に、大都神、丘の三玉の神、大一姫神の御柱を廃止するが、いずれも食物に関係のある神である。社殿によれば、公安天皇28年に創始され、 慶太天皇が越前から上京する際に、当社のそばに安宮を設け、社殿を再建して、新域を定めたとされているが、鎮座地は、漢武天皇の時代に、大理大前職のミクリ屋が置かれた、地なので、その鎮守として、未決の陣を祀ったものとも推定されている。なお、ミクリ屋は、延休2年に廃された。忍術2年に、十五一下の深海を授けられているが、 演技式神名帳への記載はない。言葉天皇や源の頼朝からも新領が寄進され、還元三年には最高位の小一くらいの神会が授けられた。江戸時代には彦根藩主医師の数計を受けた。明治十六年号社に弟子、大正四年県者に昇格、同年新選兵白領とも新社の指定を受けた。五月三日の春の大祭では、 お旅所から神社までの約1キロメートルを総勢200人が練り歩く。その行列の中に仮ヌ姿の数え年8歳前後の少女8人が鍋をかぶって加わることから鍋関西とも呼ばれ日本三大祭の一つとされることがある。社殿によれば関武天皇の時代以来1200年の伝統がある。当社の祭神がべて食物に関係のある神であり、 神前肉物とと共に、大見鍋と呼ばれる土鍋を食物したことから、このような祭りが生まれたと考えられている。過去には、鍋かぶりは、少女ではなく妙霊の女性の役目だった。鍋かぶりの女性はそれまでに経験した男の数だけの鍋をかぶるという不分立があり、平安時代の歌物語、伊勢物語にも、大見なる。 ちくまの祭りとくせなむつれなき人の鍋の数みむと歌われるほど有名なルールだった。江戸時代中期にわざと少ない数の鍋をかぶった女性に神罰が下り、かぶっていた鍋を落とされ笑い物にされ、お宮の池に飛び込み自殺してしまうという事件が起きた。事件の天末を聞いた藩主のいいが鍋かぶりを禁止したが、単元の結果、七、八歳の幼児による行列ならば、 と許可され今日の姿となった。鍋関西は、米原市の無形民族文化財に指定されている。ありがとうございます。